カナダ住民への手紙は1774年から1776年の間に3度、当時のアメリカ植民地の代表である大陸会議からケベック植民地の住民に当てて書かれた手紙である。手紙の目的は、ケベックにいる大勢のフランス語を話す住民をアメリカ独立派の側につけることだった。この目的は結局果たされず、 ケベックのみならず他の北方イギリス領アメリカの植民地はイギリス側に残った。唯一ケベック地方から得られた援助は、総計1000名足らずのニコ連隊を徴兵できたことだった。1774年に第一次大陸会議が起草した第一の手紙、フランス語翻訳版の表紙フレンチ・インディアン戦争の結果として、イギリスはケベックを獲得したことで、 北アメリカ大陸の東海岸全域を確保し、元のフランス領カナダ植民地は、東海岸の13植民地と密接な関係を持つようになった。この新しい植民地が、従来のイギリス植民地とはっきり違っていたのは、民衆の大多数がフランス語のみを話すことであり、またローマカトリック教徒であることだった。また、イギリスが征服する前は、法律が、 フランスの大陸法に基づいていたので、市民事情や法に対する感覚にも違いがあった。1774年、イギリスの議会は、ケベック法をはじめ、その後に、アメリカ植民地人が、耐え難き処方と呼ぶことになる処方を法制化した。ケベック法は、ケベックを治めるための法として1763年宣言に置き換わり、 フランス系カナダ人のカトリックを信仰する権利を保障することでケベックにおけるイギリスの立場を強化するために使われた。歴史家の中にはこの方がアメリカ植民地の独立運動にケベックの住民が参加しないようにするために予防手段として使われたと考えるものが多い。アメリカ植民地人はカトリックに関する条項をそれが 植民地すべてに導入される可能性のあるくさびとして理解し、また、ケベック政府の構造に関する条項を、イギリスの議会が植民地に対する支配を強め、一般に考えられる基本的権利を植民地では否定するために定めたと解釈した。ジョン・ディキンソン、第一の手紙の寄草者1774年10月21日。 耐えがたき処方に対する統一した対応を取るために集められた第一次大陸会議は、ケベック、セントジョン島、ノバスコシア島、ジョージア植民地、東フロリダ及び西フロリダの住民に宛てた手紙を出すことを決定した。これらの植民地はすべて大陸会議に大議員を送ってきてはいなかった。トマス・クッシング、リチャード・ヘンリー・リー及びジョン・ディキンソンの三人からなる。 委員会がこれら手紙を寄贈するために形成された。諸行は10月24日に提出され、議論の後に委員会に戻された。10月26日に2行目が提出され、議論で修正され採択された。これに議長が署名し、ペンシルベニア大議員団の監修でフランス語に翻訳され印刷する決議が成立した。表題は、 ケベック植民地住民への手紙とされた。フランス語訳の手紙は18ページの小冊子になった。普通語訳はピエール・ユージェヌ・デュシミティエールが担当した。最終項の内容はディキンソンの筆跡に大変近いものなので彼が仕上げたとものとされている。この手紙はケベックの住人にフレンチ・インディアン戦争を終わらせた1763年のパリ条約で、 カナダのフランス市民は新しく、イギリス市民となり、理論上イギリス市民と権利は同じになった、はずであるが、その後10年間以上にわたって、植民地では、イギリス憲法に謳われる5つの重要な権利が、保障されていないことを告げていた。その5つの権利とは議会に代表を送る、権利、売信員による裁判を受ける、権利、人身保護令状を受ける、権利、 土地を所有する権利及び報道の自由の権利だった。本文には、チェーザ・レ・ベッカリーの犯罪と刑罰やシャルル・ド・モンテスキューの法の精神からの引用が多数含まれた。ケベックの歴史家マルセル・トルードルは、第一の手紙が民主政府の特訓コースだったと考えており、またギュスター・ブランク等は、大陸会議の手紙が個人の自由と、 政治的平等を説いたものであると主張し、手紙を憲法典の色派と入門編と呼んでいる。ケベックの住人は、ケベック法が与えていない植民地の代表団を作り、そこから1775年5月10日にフィラデルフィアで開催される予定の大陸会議に大議員団を送るように進められた。フランス生まれでフィラデルフィア財の印刷やフルーリーメスプレが、 フランス語版を2000部印刷した。別のフランス語版も出回っており、大陸会議が作らせた公式のものよりも早くカナダに到着した。しかし、当時のカナダ総督外カールトン将軍によって、この手紙の広い範囲への配布は妨げられた。カールトンはイギリス本国の上官に、総合会議からの重要な手紙を受け取ったと、 モントリオールで噂が広まっていると報告した。町の集会が開かれ、隣の植民地と同じ精神を味わい、多くの者が同調しようと言っているとも告げた。これら町の集会は英語を話す人々が支配していたと思われ、大陸会議に送る代表団を選ぶことなく終わった。1775年前半、ボストンの通信委員会が、ジョン・ブラウンをケベックに派遣して、 情報を集め、住民感情を測り、反乱を先導させようとした。ブラウンは英語を話す住人の中に様々に混じり合った感情を見出した。そのあるものは、大陸会議の採用した輸出ボイコットが起これば、実質的に、フランス語を話す人々にとって毛皮貿易が有利になることを心配していた。フランス語を話す人々の大半は、 イギリス支配に関して中立であることを最善とした。ある者はその方向に満足したが、より多くの者がアメリカ人を援助することを目指すようになった可能性がある。ブラウンはケベックの軍隊配備が比較的少ないことも報告した。カールトン将軍はブラウンが行動していることを気づいていたが、地元新聞にその手紙を載せるのを止めさせた以外、 特に干渉しなかった。ジョン・ J ・第二の手紙の寄草者、第二次大陸会議は1775年5月10日に招集されたが、これは4月19日に植民地軍がイギリス軍大部隊に抵抗してボストンまで追い返した、歴史ントンコンコードの戦いの起こった後のことだった。この時の勝利で、大陸会議は大きな興奮と期待の中で、 最初の会期を開くことになった。ジョン・ブラウンは5月17日にフィラデルフィアに到着し、タイコンデロガトリデを占領したこととサンジャントリデを襲撃したことを報告し、それが大陸会議の議論を刺激した。5月26日、大陸会議はカナダ10人に当てた第二の手紙を書くことを決めた。その手紙を起草する委員会はジョン・ジェイ。 サイラス・ディーン及びサミュエル・アダムズで構成された。アダムズは以前、ボストン通信委員会のために、カナダ人民宛ての手紙を書いたことがあった。5月29日、モントリオールの商人ジェームズ・プライスから、モントリオールの情勢に関する追加報告を聞いた。後で、第二次大陸会議は、委員会の寄贈した手紙を承認した。この手紙は、 カナダの抑圧された住民への手紙と題され、フランス語では、レトラ・アドレッシーをハビタンツ・アプライムズ・デラ・プロビンス・で、クイベック・デラ・パート・ジュ・コングレス・ジェネラル・デ・エル、アメリーク・セプタントリオー・ノール、テヌ・ア・フィロデルフィーと訳された。この手紙に、議長のジョン・ハンコックが署名し、再度、ピエール・ユージェヌ・デュ・シミティエールが翻訳した。フルーリー・ムスプレが全部を印刷した。 手紙の中身は、ジョン・ジェイが書いたとされている。この手紙で、大陸会議は再度、ケベック法で導入された、市民政府の形態を、先制政治に類似するものとして非難した。さらに、この政府形態の下では、あなたとあなたの妻とあなたの子供たちが、奴隷にされると主張した。ケベック住民の心境に関しては、あなたが参加せず、 支配もできない議会に依存していては不安定と考えていた。フランス語を話す住民をアメリカ側に引き入れることはもとより他の植民地からケベックに移民してきた英語を話す住民も引き入れることを明らかに期待していた。この手紙が書かれた当時、大陸会議はすでにカールトン総督が住民に武器を取って新しい王を侵略から守るよう呼びかけたことを知っていた。 この手紙は住民にフランスがアメリカ側について参戦した場合にフランスと戦うことになる危険性を警告していた。大陸会議が再度カナダ人を他の植民地人と共通の利益を分かち合う友人として待遇することを主張するならば敵として待遇する不快な必要性を現じることのないよう人々に警告していた。プライスが ニューヨーク植民地議会からの類似した手紙とともにこの手紙をモントリオールに運び植民地人に配った。英語を話す商人たちの多くは毛皮貿易とそのヨーロッパの市場に依存していたのでその状況を心配していた。フランス系住民は外して比較的親密感のなかったイギリス人の自由に対するアピールに影響されなかった。しかし、 彼らは既存の軍政府を支援するのでもなく、徴兵の呼びかけに応じた者も,も少なかった。より多くの住民は日和み的であり、物資の代価を払ってくれる限り勝っている軍隊に従うことで満足していた。最終的にアメリカ人はケベックで限られた支援しか得られず、大陸軍に参陣したニコレン隊を立ち上げたに止まった。1775年11月のカナダ。 進攻作戦中に第一カナダ連隊が結成され、第二カナダ連隊の結成は1776年1月のことだった。ジェームズ・ウィルソン、第三の手紙の寄送者の一人1775年9月、二通目の手紙が世論を喚起することに失敗した後で、アメリカの植民自陣は、タイコンデロガトリデとマサチューセッツのケンブリッジから、ケベック進攻軍を発した。 この侵攻は1775年12月大晦日のケベックの戦いで頂点に達し、ケベック市は防衛され、侵略軍は冬の間市の郊外で閉じこもった。この戦闘の後、モーゼス・ヘイズンとエドワード・アンティルがケベックからフィラデルフィアに移動し、アメリカ軍敗北の知らせをもたらした。この敗北後の1776年1月23日、大陸会議は、 カナダ住民にあてる、再度の手紙を寄贈する、委員会を設定した。この時の委員会メンバーは、ウィリアム・リビングストン、トマス・リンチ・ジュニアおよびジェームズ・ウィルソンの3人だった。手紙は翌日承認され、議長のジョン・ハンコックが署名した。大陸会議は、アメリカ側に与えられた住民の貢献に感謝し、彼らを守るための軍隊が向かっていることと、 イギリス軍の援軍が到着する前に、ケベックに到着するであろうことを受けあった。またアメリカ側を援助するために、カナダで日個大隊を立ち上げることを承認したとも伝えた。カナダの住民に対しては再度、地元の植民地議会を組織し、大陸会議に送る植民地代表を選ぶよう、進めていた。その不都合役は、今回も、 フルーリームスプレが印刷したが、委員会の中の誰が総工を書いたか、およびデューシュミティエールが翻訳したかは明らかでない。ヘイズンとアンティルがモントリオールを占領している、植民地軍の指揮官、デイビッド・ウースターに手紙の写しを運んだ。ウースターは2月末に手紙の配布を監督した。この手紙には、はかばかしい反応がなかった。カナダ住民は、 紙幣で物資の代価を払われることに不満であり、植民地軍による占領を心よく思っていなかったからだった。1775年のアメリカ軍によるカナダ侵攻は悲惨な失敗となり、アメリカ軍はタイコンデロガトリでまでの交代を強いられた。カナダ植民地はイギリス側に残り、その距離区は独立戦争の間に二度と脅かされることはなかった。 アメリカ独立のために政治と軍事の支援を得ようとして、カナダ住民に宛てた3通の手紙とその他様々な働きかけの目的は、ほとんど実現しなかった。大陸会議は、カナダ人のニコ連隊を立ち上げることに成功したが、その勢力は、望んでいたほど大きくはならず、フランス風封建制の民とカトリック聖職者は、イギリス政府の呼びかけに応えることになった。 アメリカ植民地の革命精神をケベックに持ち込もうとしたにもかかわらず、ケベックはガイカールトンの厳格な指導のせいもあって、イギリスにとって比較的強い植民地であり続けた。英語版とフランス語版のウィキソースに手紙の本文が掲載されている。ありがとうございます。